はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。デビルメイクライ実況再開していきます。ミッション7、前回はね、もうトラウマになるほどめちゃくちゃ強い敵と戦ったわけなんですが、今回はね、どんなハラハラする展開が待っているんでしょうか。やっていきましょう。なるほどね、デビルメイクライおなじみのこの体力が減っていくというアイテムなわけですね。そうかそうか、だからここに救済措置としてあったんだね、これがね。ってことは敵がいっぱい出てきて阻んでくるのかな。君ですか。よっしゃ、飛んでいく。ゴリ押し、ゴリ押し、ゴリ押し、すごいな、ファントム。よいしょ、まさかファントムだとは。どうやってこんな狭いところに来たんだろう、あいつ。うわー、びっくりした俺もう君たちのシリーズほんと怖いんだけど。逃げよう逃げよう。あ、無理なんだ、逃げれないんだ。戦えと。まあ、まだあの赤いやつじゃないからいいか。わお、アングルの悪さと二段ジャンプができないの相まって、もこいつらとの相性は最悪だな。で、え、あ、びっくりした、またあいつらかと思った。え、待って待って、見えない見えない。あ、てかこれあれだな、こいつら倒しても体力回復系出てこないんだったらもう無視していくしかない。いや、いい、あ、もうあれだ、右スティックを押しちゃうんだね。それで、え、待ってよ、どこ行けばいいんだこれ、どこ行けばいいの。あ、これで上行けってことか。だからこいつら倒さないと反応してくれないんだね、この装置に。焦るな、もうちょっと余裕かと思ってたけど。で、これやってきて、これかな。はい、違う。で、言うと待って、どれだ、どれだ、これかな。はいはいはい、おーし、おー、早かったな、死にかけたけど。まあ B なら、まあ B ならいいでしょう。お、そしてね、オーブ4000個貯まりましたんでね、次回からエアハイクを使えることになりますね。じゃあセーブして終わりたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。次回はここからスタートになります。